どれどれどれ。あ、はい。もう一度考え直して。いや、このままの俺でいたい。俺は戦中タイプ。よーし、あ、待て待て待て。でも、明らかになんか、急に急速上がるようになったな。ここで一気にちょっと本格化目指すか。うわー、練習に遅れる。やばい、こっぴどく叱られた。あー、やる気がなくなった。あー、やばいやばい。寝坊？やばいやばいやばい。ちょ、それは。よーし、いい子だなと。全力投球だ。行くぞ、ガンダー。ありゃー。ごめんね。ただ、ただ道具をなくすというかわいそうなやつ。これはあれだね。何もないね。変化球。お、お、頑張りパワフル戦。はい。レリーグ本塁打は東條小次郎くん。パワフルズの主将と呼ばれたあの福井さん。福井、パワフル、パワープロ10に登場したパワフルズを代表するパワーヒッター。移籍の噂が流れてありましたが、FA の権利を行使せずパワフルズになりを決意した。現在、契約のため2軍で調整中。あ、そうなんだ。東條小次郎、覚悟！無論だ。期待してもらおう。うわ、かっこいい。どうしようか。うかいよ。今日の試合いつも以上に気張ってくれよ。どうしたんだ、どうしたんだ、武田。なんだかおっかないぞ。もちろん本気ではいっけど。悪いな。今日は特に負けたくねえんだ。最高ぜ。おう。だったら援護してくれよな。頼むぞ、マジで。援護してくれなきゃ話になんねえかな、こっちだって。こっちはよ。こっちは散々、散々投球回稼いでんだよ。福井やか、福井やか、ごめん、福井じゃないね。ありがとう、教えてくれて。安定度ってなぁ、どうなんだろうなぁ。まあいいや、行こう。今絶好、やる気普通か。やばいな、それは。試合します。そろそろ、あと俺大事なこと忘れてたんだけど、俺ちょっと、なんだろう、もう一回デート行ったら俺ちょっと告るわ。ちゃんと。それ、そのこと忘れてた。危ない危ない危ない。大事なこと忘れてた。でもまだ7回戦だもんな。全国の野球ファンの皆さん、こんばんは。今夜はここ山手市民球場から続けバルカンズ対頑張れパワフルズレボリューションリーグ公式戦の模様を実況担当川地直樹でお伝えいたします。よろしくお願いします。そしてパワフルズは縦西、以上のような両先発と出た縦西。さあ、まもなくプレーボールとなります。おっと、待って待って待って、今シーズン初勝利が見えた、ここに来て。はい、1球でアウト。4番に回したくねえな、こりゃ。シャッ、オッケー、2者連続三振。はい、来た。いや、そして怖い。ボンダにしとってやるぜ。うれ、何、あぶねえ。シャッ、おお、シュート来た。おーら、ふん、なに、見るな。よっしゃ、打ち上げた。いやー、パワーがあるがゆえに切れちゃう。シャッ、みゃー、あー、泣けちゃう。泣いちゃう。やばい。俺泣いちゃう。ちょっと待って。泣いちゃう。俺。軽率すぎた。内角高めは。ああ、泣いちゃうかもしれない。俺。勝利投手の権利失っちゃった。俺。今日は勝たせてもらったけど、こんなもんじゃねえだろ。どうしよう。そしてこの俺も。だといいんですがね。ああ。
何位になった？最終順位確定、嘘だろー。4位まで行ったか。バルカンズプレイオフ進出、いやーでもそうだよな。終わった、あ、終わっちゃったよ。終わり、失礼しまーす。ひだがね、はい。では早速だが本題を移らせてもらおう。はい。君の来シーズン以降の処遇についてだが、はい。スタメンとして頑張ってくれ、と監督、おー、本当ですか、ああ、これからも頼むぞ。やったー、あ、決定。来シーズン、一軍決定。あぶねー。なお、防御率。やばい。はい。うかいさん、やべさん、お疲れ様です。いやー、明日にも契約更改しましたみたいだね。はい。僕も来年はまたバルカンスで初心を忘れず頑張る試合です。うん、いい転がけだな、明日に。お、向井選手、矢部選手、明日に選手、契約更改お疲れ様です。どうでした？手応えは十分でしたか？あ、こんなところで来たか。日本人は仕事しすぎだよ。どうですか、明日に選手、明日に選手。こんなに質問攻めになったら上がり症の明日に君が、はい、納得の範囲でした。それよりも僕は来年このジムで野球できるのを嬉しく思ってます。おう、明日に。もうすっかり破壊症を克服したんだな。矢部さんやうかいさんと一緒にできて僕は成長できました。だから来年もこの先輩たちと一緒に今まで以上に成長して立派なバルカンスの選手になりたいです。おお、なんて爽やかなコメントなんだ。ではもう失礼しますね。行きましょう。矢部さん、うかいさん。明日に行くってどこに行くんだよ。明日にです。明日にかけるです。この一年、スーパールーキー明日には見事に成長してみせた。もう立派なバルカンスの一員だ。来シーズンがすでに、今からすでに楽しみだ。これは、俺たちだって、うかうかしてられないな。うかだけになって、なんと俺が一軍定着。一年前と比べると運命の差だ。これも監督や、コーチ、チームメイト、ライバルたち、家族。なんだこのイメージは。とにかく、いろんな人たちの助けだったから、俺は頑張れたんだ。そして、来シーズンは今年よりもっと素晴らしい結果を出せるだろう。だって、俺たちの周りにはたくさんのさせてくれる人がいるから。なお、なお、ぼ、いやー。オリジナルめっちゃあるじゃん。さすが決定版。いや。寒っつって。いや、待ってくれよ。俺だってよ。あ、もうちょっとパワフルエア、早めに使えばよかったな。こんだかーれやで、いらっしゃい。なんかある？なんもない。球速何を、スライダーか。パーマも上がんないもんね。スライダー44か、悪くねえな。あー、 B にならない。あー、俊敏性がなんか妙に余った。よし、こうなったらこれに使うんだ。てか使うとこないかもしんねえな。やべ、なんかよくわかんないけど、多分あれだな。スパイクの神様の、これか。積極盗塁。あんましなくていいだろうけどね。よし。プロフィール、どれ。国内。誕生日が、4-27と。旧暦、大卒って言ってたもんね。プロ、3年目4年目か、これで。背番号が、じゃあ56にしとこうか。ね。うかい。ユニフォームちょっと変えようか、もうちょっと。阪急の色ですねって、やっぱ分かるんだね、みんな。あのチームの色だ、みたいな。
日ハムの相当昔のやつやね。おー待って、バルカンズのユニフォームあるじゃん、普通に。バスターズもあるし。いいね、いいね。じゃあ、ちょっと、せっかくだからバルカンズユニフォームでいこうか。俺はこれからもバルカンズの、勝てないエースとして頑張っていくんだ。待って、俺さ、マジで通算成績、今シーズンさ、防御率は正直俺3点台なのよ。多分ね。防御率 3.52、0勝7敗ぐらいしてない？なんか、俺それぐらいしてると思うんだけど、多分。3でもうちょっと低いか。2.98 の0勝8敗ぐらいしてそう。もう不憫なのよ。マジで援護がなかったもんね、今回。で、唯一援護があった試合は俺まさか自分で試合ぶち壊すという。とんでもない、ことを起こしてしまいましたが。オリジナルユニフォームだ、いう名の、じゃ、パスワード出しとくか。はい。ゴベーテイスト、ボダグーグフタ、イエルケヌア、クドザツオギ、ミメビムハシ、グバエハビド、キヌノチエス、ベムヨデゾガ、エスクメスエ、ヌネクメフサ、キツムアブデゴゼーブ、デメアミグマメブトドカエ。なるほど。なるほど。なんかちょっと、なんかちょっと関係あるワードかなんか出てくるかなと思ったら何もなかったわ。関係あるってかちょっと、なんかこう、うかいの一文字でも出てくりゃいいかなと思ったけど何もなかったわ。え、待って。いや、俺、いや、違うんだよ。81年か。そうかそうかそうか。まあまあ、いいさいいさ。よし。ということで、クリア。でもまあ、脱三振手に入ったらでかいよね、マジで。オッケー、登録、オッケーで済んで完了。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、Twitter 等もやってるので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと、うかい東四郎でした。またねー。